今回のゲストは順天堂大学医学部泌尿器科学講座堀江茂雄先生です。よろしくお願いします。ね、もう堀江先生と昔からよく知っててね、今度日本で一番大きいアンチエイジングのね、日本工科大学の理事長もなれたということで、はい、理事長就任は兼ねて、すごい方ですね。ちょっと男性力の秘密を教えてもらおうかと。ね、森下先生も大学教授されて、僕でも男性力弱いから。森下先生は心臓と脳なんですよね。あ、心臓と脳。はい、で私はホルモン分泌するとおしっこなんで、どっちかというと下半身。あ、でまあ、2人で一つの人間の体、はい、怪しいな。すごい楽しみにしてます。そう、2人で一つってね、はい、なんか合体なんとかフュージョンですね、はい、ちょっとその表情今日は楽しんでいただくということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみに。